はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。ババーン、ブスキーさんのとこで販売されてるスポンジ弾を使う廃墟式の、スパス12、これね、こいつの返品された品物がいくつかあるんで、まあこれまたメルカリに出しますよっていう動画なんですけど、メルカリね、もしかするとこれ削除されるかもしれないんで、そういうつもりでポチってもらえればと思うんですけど、まあ返品の理由とかも全然僕は分からずにこう手元にあるんですけど、単純に動作のこうチェックをしますと、ね、打ってカートリッジが調子よく廃墟される。で、打てばマズルから若干エアが出るっていうぐらいは確認してありますけど、おお、すっ飛んでたね。なんで廃墟動作を楽しむ分には大丈夫だろうというようなやつが4つぐらいあるんで、とりあえずそれをまた微妙にポチりたくない金額で出そうと思いますんで、ただね、このおもちゃカラーが3つかな、で奥にあるんだけど、ああいうブラックモデルが1つありますんで、まあそこは当然価格差はつけると思うんだけど、まあよければね、メルカリ眺めてもらってポチってもらえれば嬉しいなというところです。こいつは全部ほぼほぼ樹脂なんだけど、このホールディングストックだけは金属でね、とても素晴らしいものがついてるんで、こいつだけ欲しいよっていうあれでもいいかもしれないけどね、よいしょ、これだね、こいつメタルのホールディングストック、かっこいいよね。で、まあやっぱりね、どういう問題点があるかわからないんで、ジャンクだと思ってもらえばいいんですけど、廃墟動作はとりあえずできる感じのところだけは確認してあります。で、パーツも一応付属品がついてるなというのを見てね、出そうと思います。で、外箱がめちゃくちゃ傷んでるんで、これはもうこの外箱を閉じて、外箱に送り状を貼って発送しますんでね、そういう風に思っておいてください。外箱はもうめちゃくちゃ傷んでるもんだと思ってもらえればいいかな。で、ちょっとね、廃墟が怪しいのが一つあったんですよ。それはそういう風に明記しますんで、これはめちゃくちゃ調子いいんですけど、ちょっとね、あのフォアグリップが引っかかったりして微妙なものがあったんで、で、そいつについてちょっと説明すると、フォアグリップが引っかか、内部が悪いんじゃなくてフォアグリップが引っかかるものだったんでね、カートリッジをさ、こう入れてガシャポンとね、コッキングすると、こっからフォアグリップが後ろに下がらないっていうトラブルがある個体が一つありますんで、それはそのように明記させてもらいます。ただね、フォアグリップ握る位置とか、フォアグリップの力のかけ具合によってフォアグリップが下がるっていうものだったんで、これどっか中で引っかかってるんだろうなと思って、まあこの辺のビス2つ外すと取り外せるんで、調子見たいよって人は調子を見ればいいのかなというところです。あとこのモデルに、まあ一つ注意点があるとしたらね、ここにそのチャーハンつけるじゃないですか、ちょっとしたピロっていう。で、そいつで一応エアコキなんで、そいつをグイグイやったり、ここを取り付けをめちゃくちゃ頑張っちゃうと、その中のね、まあピストンヘッドが割れちゃうんですよ。そういうトラブルのものも結構あるんで、まあそこは大丈夫なのは見て発送しますけど、ここをぎゅうぎゅうに取り付けちゃうと、でここでチャーハンやっちゃうとあんまりよろしくないから、すぐ壊れちゃうかなみたいなイメージがありますんで、まあその辺だけ一つお伝えして、なんでね、これ、この後9時ぐらいかなにメルカリでポコポコっと出そうと思いますんで、欲しい方はポチってもらえればと、思います。そんな感じか。あ、そうそう、あとメルカリでもしかしたら削除されるかもしれないね。まあね、多分これナーフ
ナーフ系なんでスポンジ弾使うやつなんで大丈夫だとは思うんだけど、うん、もしね、あのメルカリで品物が削除されちゃったと、あの買ったのに削除されたっていう方、まあ、そういう場合はね、まあ、また動画で解説しますけど、個別に連絡もらえれば、あのお品物をお手元に届くようにさせてもらうんで、あ、大丈夫だと思うんだけどな、これスポンジ弾のやつだから。なんでちょっとね、その出品する文言とかは慎重に考えつつやりますんでね、よかったらポチってやってください。あとは人手に一度渡ったもので、特におもちゃカラーはお子様が使ったものだと思うんで、傷とか汚れとかありますんでね、まあ、その辺も考慮した金額で出してみますんで、よかったらポチってやってください。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。こいつはめちゃくちゃ調子いいです。